すり合わせとは、ガラスや陶器などで作られた二つの器具の部品が密着するように材質をすって作られた接合面のことである。二つの管の接合面、あるいは密閉するための容器と蓋の接着面、回転式のコックなどに使用される、しばしばすりという俗称で呼ばれる、三角フラスコと吸引ジョイントのすり合わせすり合わせ同士をつなぎ合わせた状態ガラス製。 実験器具の接合用には形状及び寸法の規格が JIS で定義されている共通テーパースリ継手及び共通球面スリ継手がある。また ISO においては共通スリジョイントの規格が定義されている。スリには平面スリとテーパースリ、そして球面スリがある。平面スリはデシケーターやセパラブルフラスコなど大きな容量の実験器具に用いられ、 本体と蓋の接し、フラスコと管の接続や管同士の接続にはテーパーすりと呼ばれる方法が取られる。テーパーすりは互換性の面から共通テーパーすりを使うことが多い。また球面すりは可動性を必要とする。次手部分に使用される共通テーパーすりマーク共通テーパーすりというのは共通規格のお姿。 目型を使用したすりであることを意味していて、ガラス器具の製作所が異なっていても互換性があることを謳っている。テーパーを形成する円錐の聴覚は3種類あり、その別を B 釣り、C 釣りと呼び表す。C が聴覚が一番大きく、B、A と小さくなる。一般に C 釣りは太い首のジョイントに使用され、B 釣りは細い首のジョイントに使用される。 A 釣りは滅多に見ることがない。共通テーパーすりを見分けるために T と S を組み合わせたマークとともにテーパーの上、小道と長さを表す分数がガラス外面に焼き付け印字されている。なお、このマークは2019年7月現在ユニコードに登録されていない。お姿、目型に研磨剤をつけて、ろくろで回転させてすり込むところからすりと呼ばれる。また、 すり込み精度の高い高級品を俗にエーテルズリと呼ぶが近年では珍しい。一般の科学実験で例えばフラスコの口にガラス管を固定する場合安価なゴム製やコルク製に適当な大きさの穴を開けてそこに管を通しフラスコの口にねじ込む。この方法ではフラスコとガラス管は一応固定されるが十分な密閉性は得られないし 腐食性を有する物質を扱う場合には線がボロボロになって実験に支障をきたす。そのような実験にはガラス同士を直接密着させることが望ましい。実際には接続すべき部分のガラスの表面を一定条件で研磨して必要とされる形状と平滑性を与える。スリを必要とする実験の例を挙げる。逆にスリを用いてはいけない実験の例を挙げる。 ありがとうございます。